モンタヨシノリ氏の仮装と缶の謎に迫るコメント募集本のシンガーソングライターおよび俳優モンタヨシノリ氏が72歳でこの世を去り、そのにまつわる謎が浮上しています。仮装と缶に関する驚くべき事実とは一体何なのでしょうか。この動画ではモンタヨシノリ氏のにまつわる情報とあなたのコメントをお待ちしています。仮装にまつわる真実モンタヨシノリ氏の仮装についての情報は限られています。我々はその詳細を明らかにし、彼の遺族がどのようにその決断に至ったのかについて考察します。また仮装が日本文化においてどのような役割を果たしているのかについても触れます。謎めいた缶モンタヨシノリ氏の缶にも多くの質問が寄せられています。そのデザイン、素材、そしておそらく埋葬された場所について考察します。モンタヨシノリ氏の人生とキャリアに敬意を表し、彼の最後に関わる決定について理解しようとします。あなたのコメントをお待ちしています。モンタヨシノリ氏に関する情報は限られており、皆さんのコメントや質問がこの動画を豊かにすることでしょう。モンタヨシノリ氏の功績や彼のについてのあなたの意見や思い出をコメント欄で共有してください。この謎めいた事件についてあなたの声を聞かせてください。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。